こんにちは。うなぎ大好きチャンネルへようこそ。新春最初のうなぎ大好きマン勇気は東武浅草駅からスタートします。ここ東武浅草駅は日光鬼怒川エリアへ向かう特急スペーシアや栃木群馬方面へ向かう特急両毛が発着する東京都心の玄関口、そして北関東方面から浅草へ来るお客様で賑わう駅です。その東武浅草駅は昨年5月に開業90周年を迎えました。今日は浅草の老舗うなぎ屋さんに行くので、図らずも歴史のある駅からの出発です。うなぎ大好きチャンネル。東武浅草駅の改札を出て階段を降りてまっすぐ進むと正面口ですが、右側の電池へ進み馬道通りへ出ます。馬道通りの信号を渡ると新仲見世商店街。新仲見世商店街は浅草の中心部を東西に結ぶ全長380メートルのアーケード商店街。さまざまなジャンルのお店が軒を連ねています。新仲見世の説明をしているうちにお目当てのお店の看板が見えてきましたよ。はい、こちらが今日お邪魔する鶴屋さんです。こちらが東武浅草駅から鶴屋やるのルートですが、マジ近いですよね。47メートルですから、ウサインボルトなら5秒ぐらいで着いちゃいますね。新仲見世商店街の鶴屋の紹介ページでも、浅草に店を構えて90年、厳選した国内産うなぎを創業以来継ぎ足されたタレでふっくらと焼き上げたうな重かば焼きは長年多くの方々に愛され続けております。また特上の大エビ使用した天ぷらも自慢の一品ですと書かれています。鶴屋は昭和6年創業といいますから、東武浅草駅と同い年。東武浅草駅とともに90年の歴史を歩んできたことになります。入り口右手にはショーケースがあり、主なメニューは食品サンプルを展示しています。羽子板などお正月の縁起物も飾られていて、美味しそうで華やかなショーケースです。お正月ということもあり人出が多く、たくさんの方がショーケースを見て店内へ吸い込まれていきます。それでは私も店内へ吸い込まれます。店内はもちろん満席。私の前に5、6組十数人の方が順番を待っています。店内の様子も撮りたかったのですが、満員御礼でちょっとはばかられるので、こちらの縁起の良い宝船でご容赦ください。運よく30分ほどで着席できましたよ。それではメニューを拝見いたしましょう。最初はお料理のページ。おすすめの品でしょうか。写真入りで美味しそう。次のページはお食事メニュー。上うな重、うな丼、それぞれ定食、定食をお刺身付きがラインナップ。上うな重は一尾漬け、うな丼は半身、特うな重は一尾半、単品は吸い物、甲の物付きで、定食にはさらに卵焼き、もずくが付くようです。特上エビの天ぷらも美味しそう。最後のページはドリンクメニューとお土産です。今日はサクッといただけるうな丼をお願いすることにしました。うな丼到着です。さあ蓋を開けましょう。うな丼パッカーン。お吸い物も
パッカーン。蓋を開けると良い香りですよ。綺麗に裂かれていますね。ビジュアルも申し分ありません。うなぎ半身ですと腹側が来るか小川が来るかドキドキしませんか？皆さんはどちらがお好きですか？私は腹側。なぜって？肉厚で柔らかいから。美味しそうなので実食シーン撮り忘れました。タレは醤油、みりんの同和よりも若干甘めでしょうか。キリッとした中にほんのりとした甘さという感じです。タレつけはあっさり、うなぎのうまみを感じます。うなぎの質に自信の表れですね。おいしく完食、ごちそうさまでした。お会計の時に観音様の伏線をいただきました。こいつは春から縁起がいいわ。今年も運気うなぎの森で参りましょう。今回の動画が良かったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。うなぎ大好きチャンネルはご覧の皆様の運気うなぎのぼりをお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。